皆さん、こんにちは、れなです。今日は名古屋モーニングを食べたいと思います。昔々は名古屋モーニングの動画いくつか出してたんですけど、本当に私は名古屋モーニングが大好きなので、今日の動画では名古屋モーニングまた食べたいと思います。はい、早速このレストランに入っていきましょう。見て見て、めっちゃでっかいモーニングメニューがあるよ。こんなにあるよ。まあ、あの名古屋で有名なのがこれだよね。無料で朝食がついてくるというパターンなんだけど、このお店でこれもある。プレートブレックファーストだよ。プレートモーニングがある。すごい種類があって、めっちゃ美味しそうだよ。どれ食べようね。ねえ、悩みますよ。で、全部ソフトクリームとかついてる。お、最初からデザートついてよかったですね。そうだよ。追加でデザート食べなくていいということだね、今日は。いや、そんなことはないよ。追加でデザート食べたいかもしれない。ついてますやん、ソフトクリーム。いや、でも そんな問題なんじゃないよ。これ、小さそうな。あ、そうだな、そうだな。わかりました、わかりました。見て。これも後ろにあった。後ろにデザートもう見つけてる、この社長。すごいじゃん。そこは目がいいよ。うまそう。とりあえずモーニングに行きましょう。まず今日はモーニングを食べるんでしょ。はいはいはい。アイスカフェオーレに、この3番のモーニングプレート、飲み物が来たよ。でっかいよこれ。カフェオレ、カフェオレ。よく考えると、ここに無料のモーニングがついてくるでしょ。パンとなんかのサイドディッシュで0円って書いてある。飲み物頼んだら0円でついてくる。すごくない？これがモーニング文化だね。海外にありえない。あ、ドイツにないんだ。無料でなんかもらえるわけないでしょ。無料でなんかもらえる。確かに無料でご飯もらえるからね。来ました。思ってた以上にでかいよ、この食パンのサイズが。確かに半端ない。しかもさっきレナが言ってたソフトクリームもついてます。イエーイ。いただきます。匂いもいい。本当に作りたて。たっぷり。めっちゃ美味しい。もうトーストのシャキシャキもあるし、チーズの伸びがあるし。ちなみに、ドイツ人は朝にサラダ食べない。あ、そうなんだ。食べる文化がありません。生野菜を食べないってこと？トマトスライスとか、あのキュウリとかをこうパンに乗せて食べたりするけど、はいはい、サラダを食べるのは全くない。あ、じゃあグリーン野菜盛りは食べないんだね、朝は。朝はない。このサラダも美味しい。コンビネーションが抜群。え、ソフトクリームいたよ。普通はあれだよ、ご飯を食べてからデザートのソフトクリームだからね。でも大人だから順番は守らなくてもいいらしいよ。あ、そうなの。子供の時は親によく言われたよね。デザートは最後だよって、じゃあレナが子供を産んだら別にソフトクリームを最初に子供が食べ始めても OK と言うんですか？子供の前ではやらないかもしれないけど、タカの前ではもう都合のいい大人だね。もうだいぶ溶けてソフトクリームスープみたいになってるね。あれ、あ、乗っける？フロートにする？乗っけるのもいいかもね。フロートにする？あ、カフェオレフロート。うわ、うまそう。うわ、デブドリンクの完成。あ、でも美味しそう。美味しいよ。もうちょっとシロップを加えて。順調に食べ進んでおります。社長が独走状態です。フードマラソンしたらもうトップだね。誰も奪わないから大丈夫だよ。いや、奪われるよ。誰もそれさ、奪わないからさ。私の一口はちなみに小さいよ。タカの一口はこう半分のトーストを食べられるから。だから急いで、パクパク早く食べないとなくなるからね。そうだよ、だからタカと付き合ってから早く食べれるようになったよ。そうなの、うん、そう育てられた。あら、もうほぼなくなりました。だからなくなった。はいはい、いただきました。すごい顔をしています。次には何を注文する？もう食べて帰るんじゃなくて次に何を注文する？あれ、今着いた？この店に。なんなんなん、ドイツは朝ごはんが一番多く食べるよ。で、お昼はちょっと少なめで、夜は一番少なめ。そうだよ、レナの家に行くと朝ごはんめっちゃボリューム多いもんね。そう、こんな食べんのってぐらい食べるもんね、ドイツ人。レナの場合は朝ごはんもいっぱい食べて夜ごはんもいっぱい食べるから
なんか日本人とドイツ人のミックスチャーになってるけど一番丸いパターン一番食べるイーティングモンスターの状態になってる今、はい、ちゃんと健康診断行った方がいいね、うん、でもここのモーニングまだなんかいろいろ食べてみたいのがあるから。あ、本当に行きますか？何食べる？フレンチトーストとかもめっちゃ美味しそうだし、あ、まあ、そう、あ、定番的なこれとかもいいよ。あの2つのサンドがある。小倉サンドじゃん。小倉サンド皆さん知ってます？ザ・名古屋のモーニングだよ。そうそうそう、名古屋エリアじゃないとなかなか食べれないかもね、小倉サンド。あんこが好きな人はこれは本当にもうデザートみたいな感じはあるけどね。いや、デザートって感じじゃなくて、なんかドイツにはあのパンにジャムとかヌテラとか甘いものを塗ったりして食べるでしょ、うんうん、でそれは名古屋の小倉トーストと一緒だから私にはめちゃめちゃいいよ。無理やり今ロジックをつなげた。Yes. 結局追加頼みましたね、小倉トーストのトーストでって言ってましたね。Maybe 、まあ、タカのおごりだからと思ってたくさん注文した方が私にはお得だなと思いました。今日私のおごりなんですか？ Yes. 社長さんがおごってくれるんじゃないですか？のタカがおごってくれる。いつも通りお会計じゃんけんしますよ。大丈夫ですか？いや、じゃんけんでもいいよ。じゃんけんでも勝ちがあるよ。普通は社長がおごるんだよ、こういうの。社長と部下がご飯行ったら社長が出すという日本の文化知ってる？あ、それはあのドイツにはそういう文化がない。絶対あるよね。絶対あるよね。世界共通だと思う。そう、先輩後輩とかそういったないないない。俺が全然グローバルな感覚を知らないだけ。知らない私。あ、そうなんだ。初耳。あ、すごいね。あったんですね。とぼけてんなこいつ。でもお会計の時は最近あれを使ってるよね。あ、そうそうそう、 TikTok ライトね。あ、それそう、ポイ活機能があるアプリで、その貯めたポイントを QR コード決済用のポイントとか電子マネーに交換してお会計に使えるんだよね、うん、そう、めっちゃいいよね。しかも友達紹介をすると招待した側も紹介された側も、うん、あのより多くのポイントもらえるのがめっちゃいいよね。なので概要欄にあるTikTok ライトのリンクをクリックしてダウンロードしてみてください。でダウンロードして左側にあるアイコンをタップすると、うん、はい、こう新規アカウント限定報酬っていうのが早速ゲットできちゃいます。あ、すごい、もらえるんだね。でもちろんアカウント登録が必要だから、はいはいはい、このタイミングでアカウント登録しちゃうとおすすめです。でもうアカウント持ってる人は自動的に TikTok ライトでも連動できちゃいます。そう、私たちもアカウント持ってたからすぐにつながることができた。ポイントの貯め方はめちゃめちゃ簡単で、本当にこう動画を見ながらいいねを押すことだけでポイントが貯まる。そうそうそう、あとは TikTok ライトのアプリに毎日1回チェックインすることだけでポイントがまたより多く貯まるのがめちゃめちゃいいよね、うん、アカウント登録したら左側にあるアイコンをクリックすることによって貯めたポイントをそこで確認できる。でちなみにポイントの交換とかポイントをさらに獲得するタスクがあるんだけど、そういう確認は真ん中の下のアイコンをタップするとこれもまた確認できるから、うん、めっちゃユーザビリティ高い、めっちゃ確認しやすい。そうですね、そうそうそう、友達とか家族にその見た動画を共有することによってまたさらに多くのポイントが貯めることができる。めちゃめちゃいい、楽しい。そう、来ました、モーニング来ました。ここに置くべきだった気がするけど、これさ、俺のメニューじゃなくて、いや、あのスタッフはタカが食べると思われたかもしれないけど、そう、もちろんタカが今日食べずに私は2つのモーニングを食べる。すごいな。多分ルールはモーニングは1人1つ。そうだよ、基本はそういう で考えられてるけど、そういう文化です。そういう文化。あの1人1個食べたら一人は旦那さんが食べるという文化です。かわいそうな旦那さんが今ダイエットしてます。どんどんガリガリになってます。まずは卵サンド。卵サンド私は好きだよね。でもドイツに卵サンドない。知ってた？え、ないの？そう。え、この卵サンド、こういうなんか卵マヨネーズ的なのがこうパンに挟んで食べるのが日本で初めて食べた。あ、マジで？俺海外から来たと思った。まあアメリカかな。日本かな。日本じゃない？卵サンド。卵サンド、日本人めちゃめちゃ卵を食べる。コンビニとかにもあるもんね、卵サンドのさ。そう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 、コッペパンとかに。そうそうそう、めっちゃこう美味しそうなやつね。美味しいよ。いただきます。コンビニよりだいぶ美味しいよ。だからパンもさ、カリカリに焦げてね。そうそうそう、だから美味しい。あのサクサク噛まなきゃいけないよ。あ、そうなの。あ、でもドイツの皆さん知ってますか？ドイツのパンはこんな柔らかくなくて、あの石みたいなカッチカチのパンです。
だからドイツ人の顎は強靭な顎をしていて、エラが張っております。レナそんなエラ張ってないもんね。でもドイツ人、日本に9年住んでるから、うん、あ、だんだん顎がしぼんできた。そうだよ、柔らかくなるよ。でも本当にドイツ人って日本人と比べるとさ、骨格がしっかりしてるもんね、顎の。そのパンのおかげなのか、その分かんないけど、俺はパンのせいだと思ってます。それちょっとネットとかで調べてみて、 それはタカの結論だけだと思います。みんなドイツにもし行ったらドイツパンは絶対食べた方がいい。あ、食べてください。衝撃を受けると思う。硬いけどうまいんだよ。そうだ、美味しい。そう、うまいんだよ。最初に言わないと。あ、オッケー。うまいけど硬いってことね。あ、そう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 。あ、そうそう、野菜は食べた方がいいよ、社長。ドイツだったらこの、これがここに入ってた。すごい食欲じゃん。ピザトースト覚えてる？ほぼレナ食べてたよ。あの、優しいから野菜食べていいよ。俺はさっきと一緒だから。どんどん俺ヘルシーになっていくわ。レナがどんどんこってりになっていくわ。大丈夫。しかもまたソフトクリーム来たね。これはさすがに俺が食べていいね。まあさすがに、はい。さすがにね。さすがにさすがに。さすがにさすがに。てかさ、ここに入れたらうまいかもね。小倉トーストか。いいよ、優しいからこれ食べていいよ。あ、そうなの、ありがとうございます。おいしいけどあげる。よく考えるとすごくない、うん、これパンパンの2つのトーストがあって、サラダがあって、うん、ソフトクリームがあって、これまさかの300円です。まさかのまさかの300円。本当にどう考えてももっと取らない。そうだよね、これ多分赤字だよね。赤字でしょ。ドリンク頼んだらドリンク代プラス300円でこれだからね。ドリンクであの儲けてるのかな。そうじゃない、モーニングで儲けてないんじゃない。うん、なあ、すごいよね。マジでうまいわ、モーニング。最後のかけら食われた。耳。皆さんどう思います、このドイツ人の嫁。はい、食べて。あ、はい、文句ないよね。うん、はい、嬉しいよね。皆さん正直な意見をください。もう離れた方がいいようなのか、こんな嫁考えられないようなのか、うちの家族もこういう嫁だよなのか。すごい可愛くて優しい嫁ということ。どうなんだろうね、日本のさ一般家庭はこういうバランスなのかな。 Yes。 嫁の耳端を旦那が食べさせられるというパワーバランスなのかな。日本沈没です。タカが今カメラのオフで、あ、端っこもうまいなって言ってたよ。うん、端っこうまい。だから俺のさ幸福レベルが下がってるかも。でも本当にこれさカリカリうまく焼いてるから冗談抜きで端っこがうまい。じゃあいいよ、端っこはまたあげる。そうだ、普通はさ次はじゃあ私が端っこ食べるねだよ。また真ん中食べようとしてるやんこいつ。どうやって育ったかは。今度レナの両親になったら聞いてみようかな。どうやってこのモンスターを育ったか。いや、それ私はタカと付き合う前にそんなにモンスターじゃなかったよ。ドイツの教育制度の問題かな。タカの問題。小倉トーストです。これちなみにあんこと生クリーム、ホイップクリームパカッ、あ、そうそうそう、これまあ食べたことない人はねちょっと衝撃かもしれないけどね。そう、初めはね合わないだろうっていうパンにこれが合うんだよね。和菓子に合うならパンにも合うでしょ。うん、デザートパンって感じだね。はい、あげる。はい、恐ろしい人です。5分前にこちらのランチメニューが届きましたよ。あ、時間？今何時？11時。11時からメニューが変わるんだ。で、これを見たら、これめっちゃ美味しそうだよ。すごいやん。すごいやん。何これ？あ、エビとトマトカレー。そうそう。食べようとしてる、もしかして。どうかなー。モーニング2人前食べた後に、まだ食べようとしてるよ。どうかなと思って。すごいじゃん、この人。これめっちゃ美味しそうだよ。他にもめっちゃ美味しそうだけどね。多分視聴者は恐怖を感じてるよ。これもまたごちそうさまでした。食べたね。もうお腹いっぱいになってきたね。もうだいぶお腹がお腹ペコペコです、この人。デザートです。もう最初からこのパフェを見たタイミングで終わっちゃった。これすごいね、食べたい。うまそうだね。ちなみにこの TikTok ライトなんだけど、8月17日から25日の期間で、はい、ヒカキンポイントブンブン祭かわいい名前、ね、名前かわいくね、はい、これ開催中で、はい、総額16億円分のポイント山分け、はいはい、すごくない？16億円分レナ、16億円あったら何します？デザート食べます。そうだよ。あと通常タスクのポイントも今増加中なんだって。おー、
それはいいよね。そう、友達を1人紹介することによって5000円分取得できます。すごくない？すごい。たくさんの友達を紹介すればするほどポイントも増えるから、めちゃめちゃたくさんの人に紹介した方がいいよね。ちなみにね、4人招待すると少なくても270万ポイント獲得できる。で、まあ、ポイントたくさんもらえるチャンスだから、ぜひこのタイミングでダウンロードすると、あの概要欄にチェックしてください。そう、僕らも今ダウンロードして使ってるからね、はい、おすすめです。でちなみに今ね、 TikTok ライトの公式 X アカウントがあって、それフォローするとお得なイベントがどんどん流れてきます。あ、その今のキャンペーンだけじゃなくて、あとでも定期的になんかあるよね。そうそうそう、さらにお得にこうポイント貯めていきたいっていう人は、ぜひその概要欄から公式の TikTok ライトの X アカウントも貼っとくんで、あ、フォローしてください。そこからフォローすると情報いっぱい流れてきます、うん、お、そうそうそう。でその公式 X のアカウントでは、うん、TikTok ライトのアプリ内で使えるプレゼントが無料でもらえるお得な情報がそこに出てるから、そうそうそう、見た方がいいんですよね。本当にお得です。すごくない？しました。もうでかいし、めちゃめちゃ美味しそうだし、すごいね本当に。あのスプーン2つもらえたけど、はい、私はあの2つのスプーンで食べようと思ってます。はい、はい、うん、このいちごめちゃめちゃ美味しそうだよ。これ見て、今いちごのシーズン違うよね。うん、うまっ。アイスのいちご、うん、いちごシャーベットだよ。すごい食欲でございます。もちろんデザートは別腹。この動画をさ、うん、登録して継続的に見ていくと、はい、レナがどれぐらいのペースでこう大きくなっていくか、成長していくかっていうのが見えるかもしれないね。1年後さ、この動画チャンネルもう一回見直したらさ、もう横幅倍ぐらいになってるかもしれないよ。皆さん、あの心配しなくてもいいよ。動画のためにたくさん食べてるそうだと言いたいけど毎日たくさん食べてます。コーンフレーク出てきたね、うん、コーンフレーク皆さんどう思います？俺パフェにコーンフレークいらないと思うんだよね。食感が抜群に美味しくなるよ。そう、うん、皆さん意見教えて。コーンフレークとかよりさ、こうムースとかがさ真ん中に入っていてくれた方が嬉しくない？順調に食べて、えちょっと見せて。結局食べたじゃん、一人で。一人で食べたわけないよ。一人でほぼ食べた。俺多分仲良く2人で食べた。20% ぐらいしか食べてないと思うよ。タカがグツグツ言いながら、コーンフレークコーンフレークはなんとかなんとかとか言いながら、めっちゃ。でも結局うまかった。ごちそうさまでした。さすがにお腹いっぱいになった。さすがにまだ大丈夫あるよ。またもう一個マンゴーパフェ、マンゴーパフェもあるけど、どっち行く？ということで今はじゃんけんをする時間になりましたね。お会計でレナが食べたので、レナが奢ってくれるということらしいです。のさっき話してたよ、じゃんけんをする。はい、ドイツにもあるの、このじゃんけんで最後お会計決めるっていう文化。ない。あ、ない。日本だけ日本のさ、日本人はみんなそうやってる。男気じゃんけんっていうね。男気じゃんけん、男気じゃんけん知らない？あの勝った人が払う。いや、負けた人が、あ、負けた人が払う。それでいく？ Yes. 本当にそれでいい？ Yes. はい、最初はグー、じゃんけん、ポン。はい残念。はい、レナさんの負け。男気じゃんけんにしとけばよかったね。だよね、勝った人が払うから。ちなみに、おいくらでしょう？いくらだと思う？2750円。めっちゃ近い。うそ。2810円。おお。朝食としては高いけど、でも今ね、ランチで考えると安いよ。時間12時近いからブランチだね。そう、払ってあげます。もちろんもちろん、じゃんけん負けましたからね。社長さん、ごちそうさまでした。そう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 、ありがとうって言って。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。はい、食べ過ぎぐらい食べたわ。No. あ、そんなことないですか？そんなことはない。私はあのめっちゃ食べた。タカがそんなに食べてないかもしれない。あ、そう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 。皆さんはモーニングとか食べたりしますか？どれぐらい浸透してんだろう ね全国的に。そうそう、そういうことをコメントで教えてください。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でも会いましょう。バイバーイ。